三国志セブンを初めて遊ぶアキミロです。はい、続けていきます。前回はなんと都市が4つになりました。軍師になってね、自分で指示できるようになったんで、それが大きな変化でした。今回は上の龍将軍かな、数が多いな。でもどうだろう、王老軍が攻めてくることも考えて、まあ、とりあえず一回この今いる講師で頑張って兵集めていきたいと思います。お、例の名声のやつですね。師匠が9位に入ってます。よっしゃー、数が増えたからですね。いいよいいよ、師匠様のために頑張ります。あ、雲南に移動してくれか。どうしよっかな。なんか雲南に移動したら孔子が取られちゃいそうな気がするんですよね。ちょっと拒否。私の直感では今ここを開けたら、この右から王老軍散々攻めてきてたのが来ると思うんですよね。まあ、今のところまだ龍将軍の生徒と孔子から攻めてくる気配はないので、ちょっとここもうちょい安定させたら移動したいかな。てか予備兵とかめっちゃいるな、これ。予備兵を正規軍にするにはどうしたらいいんだろう。なんか君主がよく兵士を調整してくれてましたけど、軍師だとそれできないのかな。再編成みたいな。編成これか、これでやればいいんだ。これで兵士をマックスにしていけば予備兵が、うん、入っていく感じですね。オッケーオッケー。で、さらに徴兵もできると、やっちゃうか。おいさー。でれってー、魅力アップでーす。これで、予備兵が、5万。まだ全然あるな。これ、どうしよっかなー。ワンチャン、王老軍が、また孔子に攻めてきたら、防衛して、その後すぐ自分で攻めようかな。全部自分が動かせば、防衛して敵の兵が減った後ならいける気がする。ちょっとそれ考えてみようかな。あまりにも王老軍が来なかったら、自分がちょっと孔子か生徒を狙いに行きたいと思います。ここ隣接しててお互い兵が多いからきついんだよな。まあいいや、ちょっとね。訓練とかいろいろしながら様子を見てやっていきます。お、雲南移動。コイさんが取られた。お、なんだ、陛下には大いにお喜びになり勅使を使わされたぞ。皆の者、勅使をお迎えする準備をするのじゃ。なんだなんだ、師匠さんがランクアップするのか。師匠殿、陛下はこれまでの機構の忠誠に満足していらっしゃる。そこでこの度、それがしを勅使として使わされた。この師匠に、陛下からのご使者とは何事でございましょうか。貴公の持つ人を陛下がご所望でな、献上してはもらえるか。何、民から、いや部下からと言うべきか。相手も取ってこうだと。どうしよう。まあ、でも今のうちはね、こびておいた方がいいかな。要求受諾。陛下じゃねえや、師匠様、お受けなさいませ。ご加盟を慎んでお受けいたします。お、さようか。では、その功に報い、貴殿に臨中郎将の位を授けよう。なんだよ、取引かよ。普通に与えてくれねえんかい。師匠が臨中郎将に任せられました。実はさっきのは、検定が望んでたんじゃなくて、あの使者が勝手に持ってったんじゃねえのか。これを機に、奴からアイテムを取って売っ払えば、わしの財産になる、みたいな。あかん、あかんよ。何回に流言をめちゃめちゃかけてたんですけど、節操さんなら、大主集金投与できるって言われてるんで、やってみようと思います。ダメ元です。どうだ?私を信じて!ダメだったー。敵に持ってかれる前にこっちが投与したいんですけどね。いかんせん忠誠が見えないからな。あ、しかも流言失敗した。
お、秋メロン、日頃の重金に報い、暗黒将軍に任命する。暗黒将軍でいいのかな字が違うけど、暗黒騎士みたいな感じだな。はは、身に余る光栄、師匠様への変わらぬ忠誠、お誓いいたしましょう。頑張りまーす。てか、今気づいたんですけど、講師の内政ボロボロですね。内政も上げないとまずい。お、なんか師匠さんから来ました。あきみろ、触れる朝廷を訪れ、皇帝陛下に拝謁してもらいたい。行きましょう。賄賂ですか？賄賂ですか？貢献度アップかな？この度は陛下へのお目通りがかない。強越至極に存じます。やっぱりそうか。金を、捧げております。賄賂です。おお、炎術軍が、炎鬼軍に攻めて、炎鬼を処刑しました。あらららら、ら、炎炭さんが後を継いだようです。おお、ついに来ました。師匠領講師が、南海のオルグに攻め込まれました。待ってたよ。これを迎撃して、南海攻めましょう。はい、敵のオロ軍53,919、中途半端ですね。援軍も来るみたいです。よしよし。209年10月、攻守の戦いです。さあ、援軍も雲南から来るはずなんでね、こっちはこの本拠地の前で向かってくる敵を一体ずつ倒していきましょう。はい、もう援軍が敵総大将と接触です。今回秋広は三軍なので、全部隊を支持することはできません。自分しか動かせないんで、もう秋広はひたすら本拠地向かって移動してます。相手の士気を下げないとまずい。はい、まずは本拠地一歩手前の砦に着きました。ここでも補給線立てるみたいですね。どうなんだろう、効果に差があるのかな、一歩手前のところと本拠地。なんとなくイメージ的に本拠地の方が影響でかそうですけど、今はオロ軍100なので、次のターンになった時いくつになるかですね。一応オロ軍5下がりましたね。どうなんだろう、変に動かずここにいてもいい気がしなくもないんですけど、まあいっか、動かないでここで待機してようかな。待機してれば機動力が若干溜まってくんで、一気に本拠地行けるようになったら奥まで行ってもいいかもしれません。はい、敵の総大将、楊曹さん、捕虜になりました。これで士気がダウンしましたね。敵80です。はい、文平さん、南海に退却しちゃいました。はい、これで勝利でーす。王老軍、何名か捕らえることできましたね。第一先行は秋広です。これで登用できればいいんですけど、とにかく武将が欲しい。還元解放。お、やった、楊曹さん、配下になりました。長英も、やったねー。割と強い武将が入ってくれました。で、32,000。チャンスだ。これはチャンスだ。長英、編成、みんな、兵をマックスにして、行っちゃうか。これどうだろう、行動した扱いになっちゃうのかな。あー、ダメだー、秋広が行動しちゃった。次のターンだなー。次のターン、まだ兵が3万ちょいだったらワンチャン攻めようかと思います。援軍7万2000かー。やっぱ次のターン次第だな。雲南の師匠軍が劉少良の生徒に攻め込みました。マジか、ちょっと厳しいんじゃない。まあ、ですよねー。解放。あー、長英が取られた。五位も取られた。何やってんの、師匠さん。余計なことしないでくれ。うわー、せっかく増えた武将が。これだからね、面白いんですよ。くそ。オロ軍、南海5万4000ですね。一応、懸案から若干減ってるから輸送した感じだと思うんですけど、行ってみっかー。ダメ元です。出陣。そうだなー、4名で行くぞー。
さすがに4名じゃきついか。でも圧倒的に数が足りねえな。いや5人で行くか。全員で行くぞ。よっしゃー、許可を得ました。今回は正面突破、コブ多めで行きます。相手援軍が来てなければ54,261。一気に勝負を仕掛ける。はい、敵発見。まず混乱できねえかな。ダメかーい。混乱なしで戦うのは嫌だな。文平さん包囲攻撃が効かないんですよね。わっ、まだ部隊がいた。くっつえ。なんとか他の拠点も取って一気に士気を下げられないか。やろう。ゴッドさん、この弓部隊だったら挟み撃ちできる。くらえ。よし、だいぶ減らした。柵オブジャー。よし、100だ。この状態でやるしかねえ。突撃だ。どけどけ。カウンターもいて、ほぼゴブゴブ。押し出せ。くー、押し出せないか。もう混乱よりも攻撃だ。早めに数を減らすしかない。そして総大将は一緒に攻撃だ。あと829、あとちょい。その間にこっちは拠点向かって移動じゃ。そんなに敵部隊はまだ数が多くない。援軍来る前にある程度削る。おお、逃がさん。あっちい。還元捕まえました。そしてやきみろも文平に突撃だ。4000くらえ。2300、あとちょい。さあ、君のとどめを刺しに行きます。くらえ、ブッペイ撃破。捕まえました。そして新たな部隊、弓矢だ。あ、跳ね返してきたっていうかカウンターしてきた。やるじゃねえか。下から来た。マジか。援軍まさかの下ですか。ちょっと節操さんは下行くか。とにかく1対1の状況を作りたくない。必ず2対1とかにしたい。ラエー、相手の士気も上がってきてるな。はい、シュチさんも捕まえました。しかし下の部隊が厳しい。援軍がまとめてきてるからな。正規軍さえ倒せば勝てるから上だな。とりあえずこの上のメンツがなんとか砦を占拠して正規軍を全部倒してくれれば。さあ、敵総大将、なんとかこいつを倒せれば。突撃だ。黒え、くわえ、くわえ。すごい勢いでは減らしてるけど、下の部隊が落とされる前にこの拠点を落とせれば相手の士気が一気に下げれる可能性はある。あとワンタン耐えてくれ。そしたら一応こっちが全部の拠点、本拠地以外は取れたことになる。頭いい連中が本当すぎるわ。よしよし、大丈夫、いける。きっと拠点は確保できる。サクコブ、いやー今5ぐらいだからいっか。突撃、くらえくらえくらえ。よし、5000まで来てる。耐えろ耐えろ。カウント、実がどんどん兵を直してるな。よし、これで占領。攻撃側が包囲を達成しました。攻撃側の士気が100になりました。相手側34です。これで一気にこっちが有利になったはず。
しかしもう下の舞台は持たない。おとりです。もうあそこは完全なおとり。この間に我らは総大将を倒す。はい、下の舞台終わりました。あとはみんなが向かってくる前に何とかするしかない。くらえ2200コブだ。ゴスラも上げる。そして下に行って後ろから突撃中。まああんま後ろからとかないっぽいけど、くらえ、あと200、あと一発。でもいけるぞ。総大将は倒せる。さあコツコツコツ、これでとどめだ。くらえ、オッケー、集金さん撃破。よし、敵主力を全滅させた。我が方の勝利だわ。追撃追撃、作為を捉えるなよ。よっしゃ、傷を負わせました。何かに戦ってる兵はいません。師匠がオーロングを打ち破り、何回を占拠しました。オーロングを打ち破って何回攻略したぞ。よっしゃ、先行第一、ゴツとツコツ。2位は秋広でした。やった、ついに何回を奪い取りました。長かったてか全員援軍逃げやがったな。捕まえたかったけど。しかし主治は解放です。文平も勘玄も阿周期は来てくれた。一人だけか、少ないな。でもまあ都市は増えましたね。あくまで都市ですけど、明らかに都市の数と武将の数が合ってない。足りないよー。はい、5位東洋行けるって言われたんで、龍将軍から引き抜こうとしたら成功しました。秋広やるじゃん。引き入れてくれますか。忠誠が見えないから全く分かんないですよね。軍師のアドバイスを信じるしかない。やったぜー。何ー、5位が龍将の元に去りました。5位さーん、兵士いっぱい今預けてたのにまん丸取られた。いや、5位さんが持ってたの予備兵として残ってるっぽいな。武将だけ去った感じか。5位さん帰ってきなよー。てか光純がいるじゃん。ゴイさん、ダメか。東洋、せっかくできたのに。おお、民から戦国策をいただきました。巡殺、素晴らしい。そして今、何気にカンネと仲良くなろうと必死に手紙送ってます。なんとなくなんですけど、仲良くなってる方が、捕まえた時に来てくれる可能性が高い気がするんですよね。だからカンネとも、バッチリ仲良くしておきます。なんと、コウジュンさん。秋広が行けば東洋成功するって言われてます。本当か、どうだ。よっしゃー、光純仲間にです。来たー、呂布軍の時一緒に戦った光純さんです。いやー、嬉しい嬉しい。わあ、師匠配下の巨団とかさんがお亡くなりになりました。ただでさえ少ない武将が。お、なんだ。秋広、これより漢中の妖法殿の訪れ、友好の使者となってもらいたい。わかりました。君主がそう言うのなら。これは、外交関係を上げようとしてる感じですかね。まあ、一応ルール上自分の意思でね、外交で同盟を結ぶのはしないですけど、君主がやるのは仕方ない。さあ、どうですか。受け取っちゃったー。これは、妖法軍攻めることができなくなるんじゃないか。有効度が13上昇しました。ここで僕が攻めちゃったら意味ないっすもんね。そうなるとどうしよう。オーロー軍攻めてもいいけど、オーロー軍攻めたらすげえ横に伸びてって守りにくいんだよな。はっきりとこう同盟を結んでくれれば安心していけるんですけど、うちの軍のその状態って見れないのかな。外交どこと仲がいいとか。師匠との友好度24とは書いてありますね。ただこれはあくまで友好度なんで同盟とは別のようです。お、周金殿なら陳東殿を問いできるでしょう。頼む、陳東さん帰ってきてくれ。よし、来たー陳東さん。朝鮮軍から、これ帰ってきてくれって違うな、陳東さんを初か。よしよし、
中性は見えないですけど、なんとなくやっぱ上に来てる人が中性低いっていうのは分かりました。ここで軍師のアドバイス通り信じて送り出せば何人か登用できます。さあ、ゴイさんもどうだ？ダメかー。こんな感じでね、他の勢力が戦争して奪って中性上がりきる前のやつだったら取れるかもしれません。沈乱、沈郷、張漠さん、ここら辺は無理かー。何ー、沈騰が劉璋のもとに裏切った。うわー、登用した後忠誠あげらんねえのがきついなー。くそー、ゴイさんも取れねえし、いくらこっちが登用頑張ってもその後が続かない。諸葛亮が馬頭軍にいるし、諸葛亮超欲しいんですけど。でも無理かー。集金さんならいけるって言われてるけど、すげえ嘘くせえな。でもやる。どうだ？ダメかー。おお、やった！沈騰を取り返しました。高潤、ナイス登用。雲南に移ってくれるか。移るかー。そろそろー。確かになー。劉将軍なんとかせなあかんって気もしてはいる。どうすっかー。なんか今んとこ一回もこの、何回に攻めてこないんですよね。楊峰さんと仲良くするんだったらやっぱり劉璋を倒さざるを得ない。行きましょう。やりますよ、師匠さん。ちょっと不安だけど、なんとかこっから成都行くしかねえな。私の力で師匠軍に勝利をもたらすしかない。まずは情報収集からだ。いくつ今？ 13 万2000だと 多すぎだろ。めちゃめちゃ多い。なんとか流言とかして武将を奪い取らないことにはちょっと無理だな、これ。円術が攻めて円丹を南から追い払いました。おお、円丹は円術で殺されました。同じ円家で殺し合っております。世に聞こえして円丹、今ここに散らん。三男炎章来るか？来ましたー！炎鬼、炎丹、炎章。ちゃんと上から継いでってますね。はい、次の明星タイムです。残念ながら諸君は9位のままです。変わらず。王老は5をたどりました。うちらも王になりたい。お喜びくださいって。また師匠さんのランクが上がるか、これ。師匠殿、陛下はこれまでの貴公の忠誠に満足していらっしゃる。また何かこびってくんの？聖職地形図を陛下がご所望でな。いいでしょう。どうせ僕が持ってるんじゃないし。断るわけにもいかない。お、なんだ。北中楼章の位を授けよう。さらにランクが上がりました。師匠が北中楼章に任ぜられました。お、やったー！私個人もランクアップ。昌文将軍でいいのかな？に任命されました。ははー、身に余る光栄。楊峰さんとやはり仲良くしたいようですね、師匠さんは。節操さんがいいんじゃないかな。お、馬頭軍が勝ちましたねー。趙燕軍。ん？趙燕が殺されました。いや、本当にこの三国志7、物騒ですわ。捕まったらマジで殺される可能性が高い。後を継いだら順優です。おお、民が政治10上がれそうじゃないですか、これ。くれました。どうだったっけな、これ。あ、やっぱそうだ、政治プラス10です。いいねー。君主の演説がしぼしぼした。寿命ですね。円なんとかさん、円陽だったかな、引き継ぎましたね。お、王老軍が、違う、こっちが攻めたのか。師匠軍が王老軍攻めて、建安占拠しました。マジか。やるじゃねえか。張本さん仲間入り。陸関も仲間入り。加太も仲間入りですね。いや、マジか。やるじゃん、師匠さん。まさか勝手に攻めて取るとは思わなかった。これは、一品官にランクアップか。やっぱりそうだ。一品官に任命しようと思ってな。よっしゃー。兵2万まで持てます。よいっそ、頑張るよ。お、なんか使者が来ました。
我が軍が配下の方々を集めて監視大会を開催されます。秋室様にもぜひ参加された人のお言葉でございます。わかりました。みんなでもよく集まってくれた。今日は一つ素晴らしい詩を披露し、宴に花を咲かせてくれ。任せてください。最初はこれ何だっけな、定銀じゃなくて何だっけな、定なんとかさん。うむ、楽しみじゃん。わー、難しい漢字がいっぱい。まあここら辺は皆さんすいません、読んでください。それなりに良さそうですな。皆さん厳しいですね。私です。なんか難しいこと言ってますね。軍師殿にしてはなかなかの出来ではないでしょうか。何この軍師殿にしてはってバカにされてるんですけど。同じこと言われてるし、集金さんを普通に褒めてくれた、なかなかですな。なんだろう、一品官だし、にしてはなんて言われる筋合いないんですけどね。お、結果発表。龍が登っていって、アキミロが選ばれたようです。これ火吹いてる。アキミロ参りました。アキミロ見事で、何か褒美を取らそう。はい、ありがたきお言葉。何くれんのかな。そなたの俸禄を10増やしてやろう。これからも精進するがよい。やったー、給料アップ。アキミロの功績と名声が500上昇しました。これが大きいな。所持金も1000上昇しました。賞金最高。なんかアイテム買えないかな。所持金4500もあるじゃん。知力プラス5はいらない。馬が欲しい。馬あれば強行軍できるんで。くそー。そして発言力が足りませんとか書いてある。これ軍師になれば行動力が足りてれば毎回できると思ってたら、発言力っていうのを消費してたんすね。なんか朝廷から使者が来た時に発言力みたいに筋出てましたけど、全く気づいてなかったこれ。なるほどね、あんまりやりすぎると危険なんだな。仕方ない、巡察やって民心掌握を100にしましょう。宴じゃ宴、飲むぞ飲むぞ。これで100になりましたね。あとは最近やっぱりなんか青文字ないんですよね、全然。となると指示になるんですけど、もうあるのがこの政治だけで、この師匠さんの政治80か、もうここしかないんですよね。これ自分超えてないといけないんで、もうこれで政治も80になり、支持できません。私が戦闘、知力、政治、魅力全てにおいて将軍ナンバーワン。県内の師匠軍が劉将軍の皇城に攻め込みました。何やっとんじゃ、勝てねえって。こら、武将取られるからやめてくれよ。ほら取られた、もう言う。うわー、大雷同士も取られた。もう師匠さんさ、勝手に攻めないでくれよ。まあ、軍師だから勝手にって言い方は語弊ありますけど、頼むから武将をもっと大事に使ってくれ、大事に。あ、君ら、そなたは我が勢力に使えて何年になるか。もう10年か、早いな。恩賞が与えられました、920。優勝は職王だ。炎章が曹操に攻めたんですけど、負けて捕まって殺されました。炎慶全滅じゃないですかこれ。炎章、炎騎、炎丹、炎章散りました。炎慶の代わりに高官さんが後を継いだようです。高官が曹操に攻めてまた殺されました。すごいな、あの勢力どんどん空し変わってます。世に聞こえし高官、今ここに散らん。今度は巨星さんが君主になりました。お、やった、発言力が回復しました。やっとだ。これもしかしてあれかな、もうだいぶカットしちゃってるんですけど、たまに君主が軍師に聞きたいことがあるみたいな言ってきて、何に向いてるのは誰だと思って聞かれるんですけど、それに正解すると発言力が増すのかもしれません。最近外しまくってたんですけど、今は久々に当てたんですよ。それかもしれない。アキミロが行けば新平さん東洋行けるって言われてます。本当か。やったー、オッケー、武将増えた。もうマジで自利品になったんで、こうやって武将が増えてくれるとめっちゃ嬉しい。これでさらに兵が増やせる。と
にかく生徒より兵を上回んないと話にならないんですよね。地形的に向こうは援軍まで来ちゃうんで、こっち11万7千で生徒が12万。まだダメだな。てか武将の数がとにかく本当に9人もいるんだもんな。こっち7人。兄上、陛下に大いにお喜びになり、直使を使わされました。また来たか。これは師匠のランクアップかな。あ、劉将と和を結び7ヶ月間の同盟を約束されよって言ってる。陛下の御名とあっては断ることなどできませぬ。お受けいたしましょう。なにちょっと待てー、劉将と戦うために今必死に頑張って蓄えていたのに。どうした検定、劉将に何か言われたか。陛下お願いします、師匠君をおとなしくさせてくださいと。これはもう雲南にいる必要ないじゃん。師匠と劉将の友好度が25上昇しました。師匠が南中郎将に任ぜられました。そして私もよくわかんないなんとか将軍に任命されました。オッケー。同盟結んだんですよね今。劉将友好度は24、同盟結んでるかどうかってどこで見れんだ。はい、ちょっと発言力もなく、師匠さん、ちょっと劉将とも同盟結んだっぽいですし、楊邦さんとは友好度上げてたんで、まあなんとなくこの王老軍しか攻められる場所ねえんじゃねえかって気がするんですけど、私を移動させてくれるかどうかもわからないので、ちょっと次回は師匠がどういう指示してくるか待ちながら鍛錬して進めていきたいと思います。とりあえず今回はこれで終了です。この動画良かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。